阪神甲子園球場です。大日本対湘南、この一戦をお送りいたします。さあ、まもなくプレイボールです。まずは1回の表、第9投げたボール、わずかに外れました。第2球投げたボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球はまっすぐ見送ってストライク。第4球を投げた、打った、ライトへの打球取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番、背番号6、投げた、見送ってストライク。第2本、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから2球目、低め見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた、打ちました。6つ下がっていった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番、投げました、見送ってボール。第2球投げました、ストライク。投げました、3球目空振り、タイミング合いません。第4球は打った、痛烈な当たり、センター前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。長門、今日は無難な立ち上がりです。湘南、スコアボードにゼロの文字が入ります。1回の裏、大日本攻撃に入ります。トップバッターは逗子、ストライク、いきなり158キロ。投球これから2球目、打ちました、ライトへのフライだ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、金剛、投げました、ボール。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、インロー空振り、少し迷ったか。投球これから4球目、ボール、平行カウント。第5球投げた、打った、ファウルボール。さあ6球目投げた、打ちました、これはショート真正面、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番、6つ投げた、初球から打ってった、ライト方向へ持っていきましたが、掴んで、これで3アウトになります。まずは初回をきっちり3人で仕留めました。1回の裏が終わりまして、湘南同じく立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、湘南攻撃に入ります。投げた、真ん中ストライク、いきなり155キロ。1球目ストライクから投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、長戸取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、低め決まってストライク。まずは決めてきました。第2球打った、ファール、追い込んで投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、外れた、ボール。これはわずかに外れています。カウント1ボール2ストライク。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げた、打った、右中間へのフライ、ヒット。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、打球が転がっている、ツーベースヒットを放ちました。第2本、先制のピンチを迎えます。第9投げた、高め決まってストライク、いきなり158キロ。初球ストライクから打ちました、これは平凡なレフトフライ、掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、これは上がりすぎたか、プユーのバックしていった、落下点に入りました。取って、これで3アウトチェンジ。
二塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。2回の表が終わって0対0、湘南この回2回の裏大日本攻撃に入ります。先頭バッターはハク、1球目ストレート空振り、いきなり156キロ。第2球、投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、打った、三遊間のゴロ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番武蔵、投げました、低め、スライダーは外れてボール。さあ次の投球、投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球を投げました、見逃し三振。バッターは6番ソウ、第1球投げました、インコースいっぱい、ストライク。第2球投げた、顔の前通過。第3球を投げた、外角ギリギリいっぱい、ストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、打ちました、当たり損ない、ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、三者凡退に抑えています。2回が終了しまして0対0、両チーム無得点です。3回の表湘南攻撃に入ります。打ちました、初球打ち、ファールボール、1球目ファールから投げた、シンカーはボール、アウトローへ、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第2球、シンカーはボール、1球外してきました。第3球は打ちました、ハック交代、サードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、投げました、初球空振り、いきなり161キロ。一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ次の投球、これもしかし空振り、これで追い込みました。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ、流し打ち、どうだ、ハック下がっていった、ヒット、一塁ランナー二塁を回った、ナイスバッティングです。大日本先制のピンチを迎えます。第2球投げました、ストレートはボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、見送ってストライク、肩越しにランナー見た、セカンド牽制球です、2塁タッチはセーフ、投げました、打ちました、右中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。第9投げた、ストライク、いきなり159キロ。第2球投げた、打ちました、ファール、投球は3球目、1球外した、ボール、大きく外れました、カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目、空振り三振、三振に切って取りました。得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。3回の表が終わって0対0、湘南ちゃん。3回の裏大日本攻撃に入ります。この回のトップバッターは九田、スクリューはボール、まずはアウトロー、完全なボール球。第2球投げた、スライダーはボール、アウトコース低め、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、直球ストライク、タイミング合いません。第4球は危ない球、次が5球目、投げた、ストライク、次が6球目、投げました、打った、ショート左への打球、一塁送球アウト、
これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の大和。見送ってストライク。第2球投げました。ボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を投げました。打った、バックしていった、ヒットになります。ボールは中継。大和、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第2球投げました。2球目空振り、これで追い込みました。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げました。変化球、空振り三振。見事なピッチングです。バッターはトップに帰ってずっ。第1打席はライトフライに倒れています。ファーストランナーをちらっと見て投げた、見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、打ちました。右中間へ持っていきましたがヒット。ボールは中継。ずし、ナイスバッティングです。湘南先制のピンチを迎えます。投げた、ストレートはストライク。タイミング合いません。セカンドランナーちらっと見た、投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、見送ってボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、危ない球。さあ6球目、ランナー自動的にスタート。打った、ファウルボール。ランナー自動的にスタートします。三振。二塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。3回まで終了しまして0対0、湘南。このゲームは中盤戦に入ります。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球外角高め、ボール、わずかに外れました。カウントは2ボール。第3球は見送ってストライク。投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、危ない球。次の球がラストボール。投げました、打った、ライトの右にボールが上がっている。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番。これが2度目のバッターボックス。投げました、2球目ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打ちました。第5球投げた、打ちました、レフトへ持っていった。これはヒットになります。いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第1打席はレフトフライに倒れています。初球を打ちました。ムツ交代、あっと、ナイスバッティングです。第2本、先制のピンチを迎えます。第1打席は内野フライに倒れています。肩のカーブ見送ってストライク。肩越しにランナー見た、縦のカーブ、ボール、内角低め、大きく外れました。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、ボール。カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げた、打ちました。あっと、これはインフィールドフライ。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁、変わりません。初球を打った、ファールボール。投げた、完全に外れた、ボール。これは完全なボール球。カウントワンボールワンストライク。投げました、打ちました、バットの先、セカンド、これは守備範囲内。記録はヒット、記録はヒットです。第2本、なおもピンチが続きます。バッターは9番。第1打席はファールフライに倒れています。サードランナーちらっと見た、
2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げました。空振り三振。4回の表が終わって0対0、湘南チャンスを生かせませんでした。第2本、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ムツ。初球から打ってった。1、2塁間のゴロ取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番ハク。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、スクリューはボール。これも外します。第3球は打った。これはいい当たりだ。入れば先制だ。さらに伸びていく。レフトセンター見送った。ホームラン、先制ホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった。ストライクを取りに行ったところをやられました。チームメイトが迎えます。右のバッターボックスは5番武蔵。今日2度目のバッターボックス。第1球投げました。アウトローへストライク。いきなり156キロ。1球目空振りから投げました。ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました。打った。第4球を投げた。外れた。ボール。カウント1ボール2ストライク。第5球投げた。危ない球。第6球を投げた。ボール。これはわずかに外れています。カウント3ボール2ストライクです。これは引っ掛けた。下がっていった。取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番ソウル。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。直球見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球はストライク。空振り三振。3番がうなります。4回までが終了しまして1対0、とうとう打たれてしまいました。湘南この回1番からの好打順になります。初球はストライク。いきなり158キロ。第2球投げた。打ちました。武蔵。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。投げました。ボール。完全なボール球。投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました。決まった。ストライク。第4球を投げました。打った。右中間へのフライ。寿司。落下点に入った。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番。今日はセンターフライと三振。ボール。わずかに外。第2球投げました。インコース高めいっぱい。ストライク。投球はこれから3球目。ボール。はっきりしたボール球。カウントは2ボール1ストライクです。投げた。打ちました。切れていきます。ファール。インコース引っ張った。クリーンヒット。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ。いいバッティングを見せました。第2本、同点のピンチを迎えます。バッターは4番。ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げた。ボール。慎重に攻めてきます。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた。直球見送ってストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。真ん中。空振り三振。三振に仕留めました。得点圏にランナーを送りましたが同点に追いつくことはできませんでした。5回の表が終わって1対0、
第2本5回の裏第2本攻撃に入ります。この回の先頭バッターはヒューガ。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投球これから2球目ボール、カウンター2ボール。第3球を投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ。ストライクを取りに行ったところを狙われました。今チームメイトが迎えます。バッターは DH の大和。第1球投げました、直球決まってストライク、いきなり159キロ。第2球ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、外、外れてボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、掴んだ、セカンドから1塁送球、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番冬野。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、アウトコース高め、外れてボール、カウントは2ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。投げた、打った、センター方向へ持っていきましたが取りました、これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って逗子。投げた、危ない球。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球は流し打ち、取りました、これで3アウト。5回までが終了しまして2対0、この回さらに1点を失いました。ゲームは後半に入ります。直球決まってストライク、いきなり155キロ。第2球投げた、2球目ストライク。投球は3球目投げました、見逃しの三振。右バッターボックスは6番、今日3打席目、投げました、初球空振り、いきなり155キロ。第2球投げました、あっと引っ掛けた、ハック、バックしていった、アルボール、投げました、見送ってボール、カウントは1ボール2ストライクです。次が4球目投げました、インコース、空振り三振、3者連続三振になりました。今日はセカンドフライとサードフライ、初球決まってストライク。第2球投げた、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた、外角高め見送ってストライク。次は4球目投げた、打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、いいバッティングを見せました。バッターは8番投げた、初球外れてボール。さあ次の投球、危ない球、投球はこれから3球目、第4球を投げた、見送ってストライク。次は5球目打った、1、2塁間の当たり、抜いていった、ボールは中継、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。打った、これは強烈、入れば逆転だ、いった、入った、入った、ホームラン、逆転、スリーラン、ホームラン、白球は無情にもスタンドへ、初球を持っていかれました、長藤痛恨の一撃。さあそしてこのパフォーマンス、
対9。投げました、危ない球。第2球、インコース高めストライク。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。第4球を投げました、打った、左中間へのフライですがヒット。バッターランナー1塁、キャンパス蹴って2塁へ、ツーベース。右バッターボックスは2番、第1球投げました、1球目ストレート空振り、いきなり153キロ。第2球アウトコース低め、外れてボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、ボール、外角高め、カウントはツーボールツーストライク。第5球投げた、ボール、膝元外れます、フルカウント。第6球は打ちました、レフトへ上がった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって3対2、湘南1点リードに変わっています。第2本、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは今後、今日はショートゴロと三振。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球は1球外してボール、わずかに外れました、カウント1ボール2ストライク。外角低め、外れてボール、はっきりしたボール球、カウント2ボール2ストライクです。第5球投げた、打ちました、セカンド正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番ムツ、今日はライトフライとファーストゴロ。打ちました、初球打ち、ショート左横のフライになりました、ショート落下点、掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番ハック、投げた、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、またも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、157キロ直球、空振り三振、ハク、全くタイミングが合いません。完全に立ち直り、この回三者凡退に抑えました。6回までが終了、ゲームはこれから終盤に入ります。第1球ストレートはボール、投げました、インコース高め空振り、タイミング合いません。第3球ボール、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。次が4球目、投げました、打った、これは強烈、抜けた、いいバッティングを見せました。バッターは4番、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、1塁タッチセーフ。第9球投げました、外角高め、ストレートは外れてボール、初球様子を見てきました。第2球ストライク。第3球を投げた、外れた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ライト前クリーンヒット、ボールは中継、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、投げた、見送ってボール。投球これから2球目、インコース低め、外れてボール、いいところですが外れています。カウントは2ボールノーストライクです。セカンドランナーちらっと見た、打った、流し打ち、パックバック、ファール。投球これから5球目、打ちました、ファールボール。次は6球目、投げた、打った、ファール。第7球を投げた、打ちました、
センターへ上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第1球投げました、打った、バットが折れた、掴みました。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、もう第2球投げました、縦のカーブ、ボール、これはわずかに外れています。カウンター2ボール、セカンド牽制、二塁タッチはセーフ、ストレート決まってストライク、肩越しにランナー見た。第4球はリーハイ、空振り、追い込んでから第5球アウトロー、外れてボール、カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目、ランナー一斉にスタート、外れました、フォアボールです。これで塁が埋まりました。第1球投げました、初球を打ちました、セカンド正面、アウト、3アウトチェンジ、2アウト満塁のチャンスでしたが得点できませんでした。7回の表が終わって3対2、湘南無得点で終了です。7回の裏、大日本ラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは武蔵、今日は三振とサードフライ。第2球外角低めいっぱい、ストライク、投げました、決まった、ストライク。投球これから4球目、危ない球、第5球投げました、158キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました、決まってストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、ストレートはストライク。第3球は1つ外した、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げた、打った、ライト前に出る、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番ヒューガ、これが3度目のバッターボックス。直球ストライク、いきなり157キロ。さあ次の投球、投げた、真ん中にストライク、もう追い込んでいます。第3球を投げた、打ったに当たりだ、抜けた、ヒューガいいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは指名打者山、第1球投げた、見送ってストライク、いきなり157キロ。ファーストランナーをちらっと見て投げました、外角低め、見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、ファウルボール、内角低め、直球は外れてボール、カウント1ボール2ストライク。次は5球目、外へ逃げるスライダー、空振り三振。7回の裏が終わりまして3対2、大日本ラッキーセブンの攻撃はゼロで終わりました。湘南この回の攻撃はラストバッターから始まります。今日はスリーランホームランを打っています。第2球投げました、完全に外れた、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、外角見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、シンカー、空振り三振、まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げた、初球を打った、これは内野へのフライダー、マウンド後方をつかみました。これで2アウト、ランナーありません。投げた、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、インサイド見送ってストライク。第4球を
投げた、ボール、大きく外れました。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、打ちました、ライトへ持っていった、ヒットになります。ナイスバッティングです。バッターは3番。第9投げました、危ない球。第2球投げました、完全に外れた、ボール、これも外します。第3球を投げました、3球目ストライク。投げました、打った、右中間へのフライですが掴んで、これで3アウトになります。8回の表が終わって3対2湘南、この回の攻撃は0で終わっています。第2本、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番冬野、今日は三振とセンターフライ。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、センター交代、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って逗子、投げた、低め見送ってストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから、第2球投げた、直球見送ってストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、外れた、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打ちました、ファーストの横、一塁踏んでアウト、これで2アウト、ランナーありません。初球見送ってストライク、いきなり157キロ。第2球ボール、わずかに外れました、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、変化球ストライク、インハイへ、1ボール2ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、打ちました、ボールはライナーに右中間へ、ヒット、ボールは中継、今後いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。バッターは3番ムツ、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました、決まってストライク、軽く追い込んでまいりました。追い込んで投げました、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。8回の裏が終わりまして3対2湘南、1点リードは変わりません。いよいよ最終回を迎えました。今日はここまで4打数1安打1三振、投げた、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、2球目ストライク、もう追い込んでいます。追い込んでから第3球を投げた、1つ外してボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、ストレートはボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、ストライク、見逃し三振。バッターは5番、今日はここまで4打数2安打1三振、初球決まってストライク、いきなり153キロ。第2球投げました、打ちました、ファール、追い込んで第3球を投げました、1球外した、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げました、打った、ライト前進、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番、第9投げました、ストライク、いきなり151キロ。第2球打った、ファウルボールには十分ご注意ください。第3球152キロ直球、空振り三振、全くタイミングが合いません、最後は空振り三振に倒れました。9回の表が終わって3対2湘南と、9回の裏1点を追いかけます。第2本、攻撃に入ります。トップバッター、初球から打ってった、これはショート正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには武蔵、今日はここまで3打数ノーヒット2三振。
さあ次の投球投げました。2球目ストライク。第3球を投げた。154キロ直球、空振り三振。見事なピッチングです。投げた、見送ってストライク。初球ストライクから投げた、見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか。第3球を投げた、打ちました。ライト前に出る、掴みました。ゲームセット、見事な完投勝利です。第2本1点差に届かず敗れました。湘南が勝ちました。勝利投手、敗戦投手、長戸でございます。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対2、第2本1点差で敗れました。敗戦投手は長戸、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。